はい、こんにちは。日本改革特ツアーです。カナリ様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき、誠に恐縮でございます。ありがたく頂戴して、政治活動資金にさせていただきたいと思います。日本政府、サムスンに200億円支援決定？日韓共同で半導体研究もするんだって。正気か、岸田。正気なのか。世論です。バカじゃねえのが岸田。法則発動、日本沈没、支持率上げる気ないだろ。シェア奪われちゃうんじゃないの。半導体なら台湾にしとけ。ああ、日本終わった。共同開発、共同研究で技術盗まれそう。竹島改正、支持率ゼロを目指してんのか。売国度、数年で撤退して技術だけ持ち帰られるのが目に見えているのになぜ。研究拠点に補助金ってどういうことで、今後5年間でですね、日本政府が200億円、サムスンが200億円投資して横浜みなとみらいに研究所を作って技術を共同開発する。だって生産拠点ではない。竹島は慰安婦合意保護は財団作ってそれ潰して、自称徴用工は竹島軍事占領中の敵国と共同研究だなんて正気かよって思うんですけどね。韓国勢に買ってもらうパーケンがそんなに美味しいのか。それともその研究所から美味しい美味しいキックバックがあるのか。支持率ゼロ目指してんのかな。大したメガネだな。自称徴用工の裁判が2件ありまして、20日にですね、韓国の最高裁が三菱重工と日本製鉄敗訴の判決出して、それにですね、日本政府が日韓基本条約違反って抗議してんのに、なんで敵国企業を支援してんの、そんな場合がよっていう感じですね。世論です。また遺憾だって言ったのって、極めて遺憾だ、抗議したって。官房長官、今林芳正ですか。遺憾じゃなくて行動しろや。遺憾じゃなくて条約違反なんだから対抗措置としてスワップ取り消せ。遺憾とか抗議はもうどうでもいいよ。現金化したら具体的に何すんの。韓国からの撤退準備の示唆は必要だぞ。断交一択、制裁せよ制裁。これで残ってるアホな日本企業も敵国韓国から撤退するんでしょ。それがしないんだな、アホだから日本企業。自分らは大丈夫って思ってる奴らばっかり、バカばっかり。いつまでいかんって言ってんだよ。まったくだ。いつまでいかんって言ってんだよ。抗議したり敵国企業を支援したりで忙しい。ほんとバカみたい。じゃなくて、バカそのもの岸田政権。この後に及んでですね、いかんとか呆れて、物も言えませんよ。もう絶句ですよ。竹島軍事占領中の敵国だって自覚ないんじゃないの。全然ないんじゃないの、こいつには。びっくりした。青山茂春参議、外国人にパーケン買われて水面下で脅迫されてる議員を知っている。外国人パーケン購入を禁止しろ。ついでに岸田派は解散しろ。言っておりました。世論です。そら外国人が優遇されるわけだわな。宏池会は特に中国関連だな。まず帰化人や二重国籍は立候補できないようにしないと。露骨な親中派が自民にも野党にもおるし、友好とか言いながら近寄ってくるんだろう。二階とかぬかがとか怪しいやついっぱいいる。ぬかがは長い間日韓議連の議長でしたね。ホワイト復帰もスワップ再締結も怪しい。パーケンいっぱい買ってくれっからっつって、ねじ込んだ議員がいっかもしれない。あるいは岸田自身がそうかもしれない。主にからもらいまくりの前原涙目と。前原、政治でしたっけ？焼肉屋の主にから、献金もらったのバレて、パーティーは禁止しろが世論だぞ。来るぞ、クルド、和田。和田政宗。やけにクルド人を擁護する、かばう和田政宗。試験ですけど、脅迫されてる議員知ってるでしょうね。いるでしょうね。外国人パーケン購入禁止すべき。日本人の代理に買わせそうだな。岸田派は解散しろ。これがどう外国人の影響力排除につながるのか、ちょっとわかんないっす。岸田派解散。青山さんには辛抱心理があるんでしょうか。それを言うなら、
派閥なんてもの作んなの方がいいかな。それでも議員個人がですね、パーティーはやるわけだし、今は自粛しているようですけど、外国人パー券購入禁止とともにですね、議員に就任するとき全員ですね、私はパー券を何億円買ってもらっても有権者の言うことしか聞きません、外国人の言うことは聞きませんって宣言させたら、そしたらね、金使ってもパー券買っても無駄なんだなーってなっからさ、で実際言うこと聞かない外国人に、俺はいくらいくら買ってやったんだぞ、つまり金やったんだぞって言われても言うこと聞かないって、宣誓してますんで、誓ってますんで、言って断ると、9月最高裁デニー知事は辺野古移設工事、設計変更を承認せよ判決、デニー承認せず放置、12月20日福岡高裁那覇支部、最高裁判決に従わないことは放置の理念を著しく損なう、知事は社会公共の利益を害している、こういうのパブリックエネミーと言います、公共の敵、まあ、国賊って言ったり、まあ、しますけど、パブリックエネミー、英語だと、12月25日まで承認しろ、追加でそう申し渡せておりました。世論です。当たり前体操、司法の侮辱でしかない、デニーは法律に従わない独裁者、福岡高裁那覇支部素晴らしい、デニー頑張れ、正義に負けるな、まあ、放置に負けるなと言ってもいいかな、法治国家の根幹だしな、デニー知事は中国の利益を著しく優先する、遅延で損害出まくり、デニーに賠償させろと、最高裁判決に従わない放置を損なう公共の利益に害している知事ってどうなんだっていう、どうなんだっていう、知事って役職も放置の上にあるんじゃないのかなって、気がしますけれどもね、公共の利益を害している知事って言われちゃって、それってどうなの、まあ知ってましたけどね、このままデニーが何もせず25日を迎えると国が承認を大執行するっていうことになるみたいであります、追加で知事の職務放棄ですねこれ、デニーがやんねえから国がやるわっていうのは、まあ、職務放棄ですよ、これなんかの法律で罰することできねえのかな、知事が職務放棄した場合の罰則とかねえのかな、工事遅延の損害賠償ぐらいデニーに求めたらどうなのって話、この判決で公共の敵と図星をつかれたパヨさんたち、裁判所前と総理官邸前に集合してですね、不当判決でギャーギャー騒いだんだって、この寒いのに冷や水なこって何に冷や水とは言わない、冷や水だな、官邸前には250人集まりましたなんて、自称してますんで、まあ25人ぐらいかな、世論です、気に入らないと不当判決、騒いでも何も変わらんと思うけど、いい年して騒げばいいと思って、判決に従わないなら裁判なんか起こすなよ、もう、負けた時のことを考えてねえのかな、裁判起こす前にな、思い通りにならなければ不当、自分に都合のいいことばかり言ってんな、公共の敵とまで言われた裁判に勝てると思ってんの、共同通信って文句言ってる活動家の声だけを報道すんのな、沖縄県民じゃない地球市民の皆さん、パヨはバカだから法を理解できないんです、日当いくら、日当もらって集まってんのかな、寒いのにようやるわ、冷や水だよな、騒いで判決が変わるもんかよ、バーカって思うんですけど、民主主義者どもが作った法に従えるか、俺がルールブックだ、バカで幼稚な共産主義者はみんなこれだから平気で選挙違反法律違反する、議会でこれ言ったら懲罰委員会にかけられましたけどね、100倍返しできて、まあかけられて帰ってよかったんですけども、その時言ってやった、共産党は論より大声嫌がらせて、巷で言われてますよ、まあ私が言ってるんですけど、まあそのものだよね、そのもの、論より大声嫌がらせ、最後は暴力と、そのものですね、判決を受けたデニー知事あまりのショックで肺炎になり26日まで休むと発表、期限が25日、承認しろって期限が25日で、肺炎になっちゃった、26日まで休みますわと発表、ただの偶然ですねこれね、
ただの偶然。世論です。偶然ですよ、偶然。偶然って怖いですね。逃げずに正義と戦え。診断書出した病院は共産系かな。うわ、心配だな、坊。どうしたでに、いつものように浮かれて踊ってくれ。粛々と進めるから、いなくてもいいぞ。もう公務に復帰しなくてもいいや。そのまま身柄拘束しろ。内乱罪で。などなど。パヨのくずぶりが際立つエッジの効いた逃亡医ですね、これね。本来職務からも、最高裁判決からも、支持者からも逃げる知事と、それを未だに支持してるバカ市民どもってことでいいですかね、これね。後からですね、元気だったら阻止できたとか言ってたら爆笑すんだよね。言いそう。肺炎は大変だから、もう公務に復帰しなくていいぞ。一生入院してろと。病床のデニー陣営、謎の声明を出す。国の大執行は到底容認できない。だったらお前が25日までに承認すればいいだけの話だって、おい、謎の声明ですね。世論です。知らんがな。お前の容認なんて必要ない。もう承認も容認も求めていない。お前のお気持ちとかどうでもいい。容認できるならそもそも大執行にならんだろう。声明出すのは勝手だが、判決には従え。日本の法律守る気なんてありません宣言。もうことは県から国の手に移っていて、デニーのできることはもうないですね。どうしようもなくなって謎のお気持ち表明、しちゃったんですね。そうですか。支持者向けの言い訳だとは思いますけれども、最後まで戦いましたみたいなね。バカ支持者ども気落ちしてストレスで免疫落ちて風邪ひけばいいなって思っております。朝日新聞がすっごい長文でですね、そもそも最高裁判決がおかしいみたいなことをぐじぐじ書いておりました。すごい長いので一部だけ、すごく長かった、バカみたいな、論説を貼っておりました。朝日新聞も劣化が激しいですね。そういえば東大で入社希望者いなくなっちゃったんでね。世論です。エビデンスも放置もない、実に朝日らしい。パヨ、朝日が判決に従わなくていいって言ってるんで、そもそも裁判やらないで国に従え。法治国家全否定とか実に朝日らしい。エビデンスの次は法治の否定っすか。本当にこんなバカなこと言ってんのか。じゃあ9条も守る必要ないな。そうだな、法律守んねえんだったら9条も守る必要ないね。最高裁判決が気に食わないって言うんじゃこの国入れねえぞ。この国入れねえよ。9条も守る必要ないな、これな。だがしかし法律無視こそが朝日読者が読みたいってんだったら、それはそれで仕方ないね。そういうバカ読者に支えられてんだからね。全ては我が国防衛を妨害するためと。そんなにね、旧状況に殉教してんだったら、自分らだけで勝手にやってくんないよな。騒がないで粛々とさ、中国大使館に政治亡命するとかさ、卑怯卑劣で、さもしくて人間のクズのバカパヨは、それは嫌とか、ほざくんだろうな。その他のニュース。岸田総理、日経主催の財界懇親会で、この30年は失われた30年ではなく移りゆく30年だったと挨拶。ネットではですね、なんなのこのバカ、移りゆくメガネ、言葉遊びはもういいから撤退を転身と言い換えた、戦前と変わってないな、こいつ何言ってるか分かんないから通訳つける、こいつの言葉ほど心に響かないものはない、など大好評を博しておりました。移りゆく30年っていうなら、どこがどうなったからそうなんですよぐらい具体的なことを説明してくんないかな。毎度毎度ふわっとふわっとしててさ、具体的なこと何も言えないですな。日本政府、フィリピンに2兆円の投資決定、なんで国内には投資しないんだと非難豪豪。中国や韓国に投資しまくってですね、日本がどんどん衰退していったのに全然学習してねえのね。よほど美味しいキックバックあるんでしょうね。国産兵器開発とか量子コンピューター開発とかすげえ AI 開発とか、国内の投資先いくらでもあんのにね、なんで外国に投資すんの。仙台市長、中国共産党にパンダを貸してって要請したことについて市議会議員から疑問続出。処理水放出の時にしこたま嫌がらせされたではないか。中国に頭を下げて仮を作ることに市民の理解が得られるのか。しつこい伝突とかあったね、そんなのね。市長はきっと中国人にパーケンいっぱい買ってもらってるんでしょうね。市長答弁、パンダを復興のシンボルにしたいという思いとか、お気持ち表明してるんですけど、
シンボルだったらパンダでなくてもいいんだろうにね。何言ってんだこの人って、観光資源としてですね、青葉城の天守閣再現とかやったらいいんだねの復興のシンボルっつんだったら、今年の日本アニメ売上2兆9277億円で過去最大、毎年毎年過去最大、半分が国内消費で半分が輸出、去年の 11% 増だそうであります。韓国産アニメ売上の38倍、韓国ってアニメ作ってたんだ、へー。中国、韓国、北朝鮮がですね、日本のですね国際的影響力増大を恐れ、妬み恨み悲願でいます。それでアニメのコンテンツ力を弱体化させようとしてですね、アグネスやみずほやその他パヨ活動家を使ってですね表現規制、しようとします。アニメ漫画の規制推進派はですね、外国のスパイで日本と日本人の敵です。連中は綺麗事と嘘で、使いこなしてですね、いい人ぶりたい頭が弱い議員を騙します。いい人ぶりたい、頭が弱い議員がいたら要注意。稲田智美なんてLGBT 活動家に接近されて、あ、こいつ騙そう、頭弱そうだから、いい人ぶりたい、いい欲求も強いで、まんまと餌食になったんではないか。突然バリケードで物理封鎖された新宿東横、東横たむろしていた一人、俺たちを追い出す気か、新宿区追い出す意図はない。12月27日開始で2月まで、継続するフォトスポットイベントのため封鎖したって綺麗事言ってますけど、邪魔なんで追い出すわって言ってやった方が諦めつくんじゃないの。フォトスポットイベントって何？ 2月になったらまた延長してやるのはな、4月までやりますとか。警察庁2024年に法改正して2026年から自転車の交通違反にも罰金取ります。対象は16歳以上だって。したら15歳とか17歳の中学生が違反しても罰金取らないってことなのかな。信号無視や歩道通行、スマホ運転は5000円から1万2000円の罰金。飲酒運転は赤切符切られるって。これがどういうことなのか分かりませんけども、簡易裁判所行って判決受けないといけないのかなこれ。スマホいじりながら自転車運転してるやつたまに見るけど、あれ本当に危ないですよね。私そう思いますけど、あれ本当危ないと思いますけど。フランス新移民法成立、外国人犯罪者強制送還迅速化、帰化要件厳格化、家族呼び寄せ条件厳格化、各種手当受給条件厳格化、パヨフランスは寝とうよと叫び事なきを得た。得てないですね。日本のテレビ新聞はこのニュースを一切報道しません。都合悪いから。どん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 外国人入れて日本をめちゃくちゃにしたいっていうのが日本のテレビと新聞ですからね。でも考えてみると、テレビ新聞の中の合法滞在外国人は他の外国人どん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 入ってくると自分らが吸ってるパイを分けないといけないから、損すんじゃねえのかって私思うんですけど、バカで幼稚だから気づかないんでしょうか、よくわかりませんけれども。というわけでメール党員になってもらって日本改革党ご支援ください。もう動画説明欄もっと見るからご登録ください。皆様よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。